前のタレントっていうやっぱりすごいですし高さっていう部分ではもう日本一位ぐらいのレベルじゃないかなと思うのでどんどんクロス上げれば本当に点につながるんじゃないかなっていうそういうところでは得点力っていうのは去年よりはかなり上がるんじゃないかなと思います。 昨シーズンまあ序盤のキャンプだったり練習では結構あのミドルシュートとか藤原選手がシュート練習するシーン結構あったじゃないですかはいはいはい一発狙ってやろうっていう思いいかがですかいやそれもういつも持ってますいつも持ってるはい <laughs> それ頼もしいですねもうやっぱゴール取りたいんでディフェンスでもやっぱゴールは 多分みんな取りたいと思ってるんで、もう常にどの試合を狙ってやってますかね。